ペデリンは、二つのテトラヒドロピラン管を持つ水泡を、発生させる毒性アミドの一つである。アオバーリン型ハネカクシを含む、ハネカクシカピーダース属のカブトムシのチリンパに、含まれている。ペデリンは、2500万匹の採取された、アオバーリン型ハネカクシを処理することで、初めて同定された。化合物名はこの昆虫の属名に由来する。 ペデリンの含有量は昆虫の体重のおよそ0.025%である。ペデリンの生産はピーダース属昆虫内での内部共生生物の活動によるものであることが明らかにされている。ペデリンの製造は概してメスの成虫のみに限られる。幼虫及びオスは母親から獲得するか摂取したペデリンのみを貯蔵する。ペデリンは RNA 合成に影響を与えることなく、タンパク質並びに DNA の合成を阻害することで、一難、ミリリットルレベルであり糸分裂を阻害する。また、様々な使用を持つマウスの寿命を延長することが示されている。これらの理由から、抗がん治療薬候補化合物として興味が持たれている。ありがとうございます。